なんか船長もさ、何ヶ月も前のことこないだって言うようになってきたわ。ねえ、この話何回かしたけど、船長の職場にいたさ、課長がさ、10年前のことこないだって言ってたの。こないだって言ってたの。未だにね、覚えてるんだけど、10年前がこないだってって思ってたけど、でも言われてみると10年前ってめっちゃこないだなんだなって思いません？ 10 年前のアニメって、なんだと思う？君たち。2013年アニメ。あ、そうだ、インターネット壊れてるんだった。さあ、船長のパソコン動かないんだった。固まってます。タブを開くとこまではいけたんだけど、完全に固まってますね、これ。春日K4。 あ、K4 10年前ですか。そうですか。中二病でも恋がしたい。あったわ、あったわ。K4 はもっと前。14年前。うっそー。コードギアス。え、コードギアスもっと前じゃない？ R2 ってこと？そうか。妖怪ウォッチ。あー、そう。でも確かに、言われてみると妖怪ウォッチの時、とか確かにもう働いてたわ。言われてみると。ねえ。どんどん、歳を取っていくと。いや、でも逆に、あ、ちょっとマイクが落ちてきた。ごめん、ちょっとうるさい音鳴っちゃったかも。マイク降ってきました。逆にさ、キメチはいつもさ、ね、アニメキャラにさ、年齢をさ、置き去りにされてさ、年上だったキャラクターが、いつの間にか年下にってなるわけじゃん。そう思うとさ、一緒に年を取ってくれる、宝生マリン、尊すぎるな。なあ、一緒になろうな。ジジババに。なろうね。将来、老人会をしましょうよ、君たち。